ティングですね。わかります？これを傷つけずに取る方法をね、ちょっと教えますね。で、うちのね、カバーじゃないですか。要はプラスチックで角がまっすぐなやつ、こういうやつを使ってね、ヘタにして擦ると傷がいかないです。なおかつね、ちょっとこういう、これマジックリンですけども、これをつけてね、いきますよ。わかります？これ、簡単でしょ。こうやるの、きれいに取れるんですよ。これをカットないので、これを取るのがいいです。あとは、ゆっくりとね、きれいにしますと、もう完全に馴染むんで、戦って、これはなかなか取れないです。これです。電気のプレートでいくらでも取れますよ。はい、先ほどですね、このプレートを使ってキッチンパイのコーキングをね、ゴシゴシとやってね、きれいに取れましたけどね。でもパネルには傷がいきません。で、なぜか言いますと、このキッチンパネルよりかはこのプラスチックの蓋の方が柔らかいんですよね。柔らかいからいくらやってもこちらには傷がつかないという、そういうことです。で、今日はですね、コーキングを取った後、今度はね、コーキングをするということで、ちょうどね、こちらの隙間があります。それでその上が結構隙間あるので、実際に今からコーキングをやってみましょうか。実際にね、コーキングにはこういう変性シリコンといわゆるシリコンというのがあります。で、この変性シリコンというのは、ここにも書いてますように施工後に塗装ができます。すなわち外壁のクラックとか、まあ、これを塗っておくと後々塗装するときに全然困らないんですけども、外壁にこれをシリコンを塗っちゃうと、このシリコンには何もくっつきません。すなわちこれを塗ったところに塗装は乗らないんですよね。まあ最初はくっついてるように見えますけども、まあ1年ぐらいすれば全部剥がれてきます。だから外壁にはこれは使ってはダメです。で、今からね、部屋落ちのこういうところがいわゆるこのシリコンでいいんでね、ちょっと今からやってみましょう。はい、何回かね、工事してるとね、外した時にこういう中で固まったんだけどね、でもこれはこのまま掘るんじゃなくて、こういうビスなんかでいいですか、中にね、差し込んで抜いてあげると、きれいにね、つるっと抜けるんです。で、中はこのようにね、きれいなままですので、何回も使えますのでね、捨てないように、これ捨てるともう終わりですね。で、今からやります。そしたらまずね、こういうマスキングテープですね、これを貼りますよ。本当はね、2本でピッと見ると早いんですけどね。あ、これか。はい、実際にね、テープを貼るとこういう形ですね。で、ここに今からコーティングを打つんですけども、ちょっと注意点やりますね。よくあるんでね、今からやりますよ。実際にこうつけて
まあ、どこでもあったんですね。やりますけども、この切り口ですね。この切り口は私は必ずまっすぐに切ります。まっすぐ。理由はフォーキングを打つときに上から下からずっとこれまっすぐ、ここで直角にね、ずっと最後までこういきます。わかりますかね。そうすることによってフォーキングは均一に入ります。でよくあるね、あのプロの方もたまにおられるんですけども、この先っちょをですね斜めにこう切られる方たくさんあります。こうですね、斜めにね。これをするとねどうなるかと言いますと、まあ、これが悪いというんではないんですけどね、私的にはあんまり好きじゃないということですかね。いいですか。これを斜めにするとこうでしょ。こうなると必ず呼吸がこうなりますよね。いきますよ。これでしょ。こういう斜めにこうなって、でここでこういう逆体勢になるか、もしくはですねこう打ってからずっと来て離したりとか、なんかこういうね、なんか体勢がねちょっとこうなるん違うかなとは思うんですけどね。でもまっすぐ切るとそれがないんでね。では今からね実際に打ちますよ。まあ、開けるのはね首でもいいし何でもいいと思います。まあ、これもねもう何回も使い古いやつなんでね、もうつけて穴を開けて垂直です。もう実際に打ちますよ。注射針みたいなやつ。で、慣れるときには、まあ、指で慣れると言うと、まあ、こういうねヘラを使ってってあるんですけども、今回はもう、まあヘラは使ってもいいんやけど、今日はね指でしょ。あとはね、まあ、大体こういう感じですね。大体全部均一に出てると思うんですけど、まだこれも慣れてませんよ。で今から慣れる時もできる限り途中で止めずに一気に上から下まで今でも。はい、一回撫でましたよ。一回目は、まあ軽くね、切って、二回目で、じゃあね、テープをめくります。テープをめくるのも、
ますけどね、私は下があるんで、いっぱいこうテーブルにしてますけどね、これはマスキングテーブルですよね。ホーキングはね、最後の仕上げになるんでね、ここも汚してはいけません。そうですね、はい、終わり。さあ、どうかね、ちょっと見てみましょうか。はい、下からこれね、野村で終わって終わりましたけど、どうですかね、均一にスーッといってますよね。いや、特にね、だからこの天井とかね、ちょっと隙があるからなんか嫌ですよね。これを直しますよ。まず同じようにね、マスキングテープ、こういう格好で、ここのね、これは前のままなんでね、黄ばんでますけどね、まあこれは良しですね。こういう格好ですね。これがホーキングなんですよね。はい、どうでしょうかね、ホーキングはね、なかなか本当に奥が深いです。で、やっぱり最初のね、仕上げですんで、せっかくできているものがホーキング失敗すると何もかもパーになっちゃうんで、なかなか大事な仕事なんですけどね。だけども、まあ大体ね、現場監督さんがするというのがね、多いですかね。まあやっぱり、建築に携わっている以上はね、まあいろんなことを経験して、それを全てきちんとこなすと、まあ、そういうことがね、大事かと思います。まあ、皆さんもね、家で何かできることがあればね、自分で挑戦して、やってみてください。またね、これからもこういう動画を上げていきますので、よろしくお願いします。では、さよなら。先ほどはですね、この電気のね、プレートを使って、